パーソナルトレーナーのユージです。僕自身のトレーニングの時に、そして、パーソナルトレーニングを指導している時に、絶対に僕が外さない筋トレのテクニックというものがあります。このテクニック一つで、すべてのエクササイズがガラリと変わります。すべてのエクササイズが同じように見えて、全然違う効果のかなり高いエクササイズに変わってくるわけですね。僕は常日頃からエクササイズ自体はベーシックなものでいいから、難しいものをやらなくていいからトレーニングの精度を上げてくださいって言ってますけれども、基本的にはこのテクニックを極めていけばベーシックなエクササイズでもかなりレベルの高いものになって、筋肉は早くしっかり変わりやすいんですね。なのでいろんなものに手を出すんじゃなくて、このテクニックだけをまず身につけてもらえば、どんなエクササイズでもかなりうまくいくと思います。そしてこのテクニックを使ってやってる最中は、エクササイズをやってる最中は、本当にもう筋肉が痛いと思うほどの感覚を得られて、それによるリアクションが強く起きやすいということなんですね。で、そのテクニックというのが、一般的な言葉で言うとネガティブって言うんですけれども、ただ僕の中では単なるネガティブではないです。ポジティブな力を加えたネガティブということで、僕はポガティブという、まあちょっと言葉的にはね、かっこ悪い感じもありますけれども、ポガティブというイメージで僕は常にやってます。まあそれどういうことかということなんですけど、まあ例えばね、じゃあ胸のトレーニング、ダンベルプレス、まあベンチプレスでもいいんですけれども、やっていくときに、ネガティブっていうとずーっとゆっくり下ろしてくださいって言いますけれども、それただゆっくり下ろしているというだけなんですね。そうではなくて、この上げた時にそもそも胸の筋肉で支えた状態にしている。これを、まあ、ダンベルプレスなんかの時に中につけちゃったりとか、肘を伸ばしすぎてロックしてる状態だと胸力抜けますよね。そこじゃなくて、上げた時に閉じきらない、肘が伸びきらない、そしてこの胸が突き出した状態だと大胸筋でこのダンベルの重さを支えてギュッとね、大胸筋が緊張を持ってそれを支えているということになりますけど、その緊張がある中で、その収縮した感じがある中でずっと収縮して、自分で押しながら押しながら押しながらも重さに負けているというような感覚、この収縮あるところからこの収縮を自分が下ろすというイメージを一切持たないで、自分では押し続けているような感覚で、押し続けて押し続けてる、押し続けてるけど負けてるっていうような感覚なんですね。ちょっと一見見ただけでわからないんですけれども、押しました、トップで収縮しました。で、普通これ下ろすって言うと、頭の中下ろすって言うと自分の筋肉の力をぐっと緩めちゃうんですね。と緩めるんじゃなくて、自分では押した押し続けてる、今ちょっと僕軽かったですけども、そもそも自分がやってる重さというのは10回とか12回ギリギリのね、それなりに重い、自分にとって重い重さでやってるわけですから、まあそんなに力を抜けるわけなく、だから自分ではまだ押し続けて、押し続けてるんだけど、ぐーっと押されて、強い力で押されて負けてるという感じになってるということ。まあちなみにそのために、今のその感覚を生むためには、できるだけ降りていくときには三頭筋の感覚を一切使わないで、胸だけ、胸の大胸筋だけでグッと押してる感覚を作っていく。当然押し上げることができる重さなので、押し上げているということは三頭筋も使って大胸筋も使って押し上げてるわけですけど、この直後の時、このトップの直後、今大胸筋で支えてます。その後三頭筋とか肩で支えてる感じを一切持たない、大胸筋だけで目いっぱい抵抗してる感じを作れば、大胸筋は限界の状態になりますね。上げる時は2割ぐらいとか三頭筋が助けてるわけですから、それを抜いてしまえば、大胸筋だけで支えてしまえば、大胸筋は一生懸命押そうとするしかないけど、だけど重さに負けていくような感じ。自分ではこう収縮する力を加えてるんだけど、引きちぎられていくような感覚を作っていくんですね。この感覚がものすごい大事。これアームカールの時にも、だいたいこうやって上げることだけ意識して下ろそうは忘れてしまうとか、上げることだけ意識して下ろそうは忘れてしまうことが多いと思うんですけど、そこじゃなくて、じゃあトップ収縮する位置で止まりました。これ結構こうやって上げちゃう人いますね。ここまで来ると全然二頭筋の負荷全く抜けてますよね。だから、まあ、ちなみにアームカールの場合は自分の中では4分の3ぐらいと思った方がちょうどいいですね。4分の3ぐらいで腰もこう入らないし、お尻1個後ろで4分の3ぐらい止めると、ちょうど負荷がかかってギュッと締まった状態になってます。で、その締まった状態の中で一生懸命自分で収縮し続ける、上げ続けてる力を加えながら引っ張ってるけど負けてる、それでギュッといく、そして収縮した感じをとにかく残しながらギューッと収縮する、自分で上げ続けてる力を加え続けてるというような感覚を作っていきます。
自分が下ろそうと思ってぐーっと下ろしていく、伸ばしていくというイメージだけで自分が収縮していく力を加えながらも負けてるということですね。そうするとその対象筋はとにかく全力で頑張ろうとします。すごい高い強度の緊張を保ちながらぐーっと抵抗していくわけですね。筋トレというのは、まあ、収縮もあるんですけどかなりね、こう引き伸ばすというね作用をもたらした方が筋肉は早く変わりやすいんですね。古い輪ゴムをギューッと引っ張ったら少し亀裂が入りますね。でそこが筋肉痛みたいなもので、そこをまた修復してくると筋繊維が太くなってくる。なのでかなり引き伸ばしたところをしっかり使っていくのが重要なんですけれども、それを最大限にその効果を引き出していこうというのはこのポカティブなんですね。でそれをやっていくと、この下だけじゃないですよ。今の引き伸ばし効果がじゃあこの 下のところだけあればいいのかっていう、そうじゃなくて上の収縮したところからずっとやっているので、このトップのところからずっともう自分の大胸筋が引き伸ばされている感覚が強くなってくるわけですね。何も下だけを伸ばされているというところじゃないので、この全過程において引き伸ばされている感覚を作ることができるということ。まあ、ちなみに特に大胸筋なんかも他の筋肉もそうですけど、収縮するという感覚をつかむのはすごく難しくて、今言ってるこの抵抗してる引き伸ばされる、自分では収縮し続けてるけど抵抗してる、この感覚を身につけた上じゃないと大胸筋をギュッとね、しかもここに重りが乗った段階でギュッと絞るっていうのは本当できないです。だから今言ってるようなこのポガティブを身につけてから多分収縮を探した方がいいという順番だと僕は思ってるんで、まずこれを身につけてほしい。サイドレーズなんかよくありがちなんですけども、上がったとこだけをイメージして、上がったとこだけをイメージしてやってるので、まあ大体適当に上がったかつスッと降りる、適当に上がってスッと降りるってなりがちですよね。そこじゃないです。上げたら三角筋の収縮作りますね。三角筋の収縮を作るのは肘がキュッと上がって、このギュッと絞れた状態ですね。この状態を一瞬必ず確認します。ここから抵抗する収縮を残したまま抵抗、ギュッ、収縮の感覚を残したまま抵抗する、上げる、収縮の感覚を残したまま、それをこのトップからやっていくことでずっと引き伸ばし作用を使うことができるというわけですね。この感覚をまず探してみてほしいです。まず大胸筋とか二頭筋だと結構分かりやすいと思います。で同じように腹筋もこれをやるとすごく分かりやすいです。足を上げるこのレッグレーズの時に、まあ当然足を上げるではなくて、これは骨盤を上げるという感覚で言った方がいいんですけども、骨盤を上げる、ここを下に押して骨盤を上げる、尾低骨を持ち上げる、尾低骨を持ち上げたら、ここね、尾低骨を持ち上げ続けたままで足という重さが向こうに引っ張られていくと、こう全力になってきます。で押してまた尾低骨、骨盤、仙骨まで上げる。実際には仙骨、尾低骨ついてしまうかもしれないけれども、自分ではグッとこの方向に力を入れ続けて、尾低骨をつけないつけない全力で抵抗していくっていうことをやっていくと、とにかくお腹が全力になってきて、感覚、腹直筋にかかる負荷というものは全く変わってきます。すごくレベルの高いものになってきますね。まずはこれを試してください。それから今のこのポガティブの効果を最大限に引き出す組み合わせというものがあります。これはね、例えばさあサイドレーズやりましょうか。ポガティブを助けるテクニックとしては隙間を作らないということですね。サイドレーズの場合こういって、まあ、トップはさっき言ったようにやりましょうか。で降りた時に結構ねここでね脱力しちゃう人いるんですよ。脱力って三角筋がね、三角筋が脱力しちゃってゼロになって、もう一回ガッとちょっと反動つけながら行く人いるんですけど、まあちょっとした反動が悪いわけじゃなくて、降りた時に基本的には垂直まで行けない、垂直の数センチ手前で止まるということ。垂直の数センチ手前で止まって、ここは時間使わないですぐ上がる、ぐーっと抵抗して時間使わないもうすぐ上がる、ここで力が抜ける前にもう上げる、とにかくここで休憩しないということ。アームカールもやっぱ同じですよ。こう来てここで休憩しちゃう人もいる、こう来てここで休憩しちゃう人もいる、あるいはこっちがこっちに行っちゃう人もいる、曲げたままこう来る人もいる。これ二頭筋休憩になっちゃうから、二頭筋休憩させないで続ける、二頭筋休憩させないで隙間を作らない、とにかく隙間を作らないで続けていくということ。さっきの腹筋なんかも全部同じ、とにかく力が入った状態のまま、最大限力がギュッと入ったままで行ったり来たり行ったり来たり、これがポンと抜ける瞬間一切作らないということ。その隙間を作らないことをサポートするもう一つのテクニックとして呼吸があるわけですね。腹筋とかありがちです。本当に腹筋とかありがちです。腹筋クランチの時に上がる時に息吐いてって言いますね。本当はここで息を全部吐き切って、ここでゆっくり薄く吸って息を吐いて薄く吸ってがいいんですけれども、これがうまく吐けない人はうーって力入って、なんか喉にも力入って息吐き切れてなくて、降りる時にっ
っていう人もいます。胸でも同じことをする場合があって、ここで吐けなくて降りる骨になってって吐いちゃったというか、あるいはね、一生懸命僕が、まあ、目の前でね、こうやって下ろせ、息吸ってってね、ここまで来たところでって吐いちゃう人がいる。ここまで来たのにここで吐いてしまうと、ポンって胸がへこんで緩んでしまう、休憩になっちゃう、休憩作らないですね。息を吸ったらここ一瞬息止めてていいから、一瞬で息止めてて、で上がり始めたら吐けばいいだけ。息を吸って突っ張り強く、緊張強くキープしたままで、そのまま大胸筋を使って押し返していく。全く隙間を作らない。そのためには呼吸を正しくやっていく。正しくやるというのは、基本的にはそのターゲットの筋肉が縮むときに息を吐く。ターゲットの筋肉縮むときに息を吐く。伸びるときに息を吸う。ターゲットの筋肉縮むときに息を吐く。伸びるときに吸う。三角筋もターゲットの筋肉縮むときに息を吐く。伸びるときに息を吸う。筋肉が縮むと肺が縮むのが一つのイメージ。筋肉が伸びる、肺が伸びるというのが一つのイメージ。同じイメージで縮む伸びるをやっていけば、まあ間違わないですね。上下で考えない方がいいです。それは背中とかになってくるとまた別になってくるんで、で背中縮むときに息を吐いて伸びるときに息を吸うということですね。まあそういった隙間を作らないで緊張をキープし続ける。で、そのために隙間を作らないためには、また呼吸をきっちり合わせていく必要がある。ということ。まあ、それによって、ぐっと力を入れたまま抵抗していく、ぐーっと全力で抵抗していくということができてくるわけですね。これ本当にどの箇所、どの種目でも全く同じことができます。この力を入れながら、抵抗して、負けていくような感じで、引きちぎられるような感じで下ろしていく。というこのポガティブ。これ全種目でちょっとね、明日試してください。まあ今でもいいですよ。これ本当にね、トレーニングの感覚全く変わりますから。このやり方でやってもらうと、まあ、僕のトレーニングがきついってよくね、言われるんですけど、僕のトレーニングがきついっていうのは、何も、とにかく重いものをガンガンやらせてるとか、休みがないとかっていうわけじゃなくて、その使い方がきつくて、なんかね、それに慣れるまでの最初の1、2ヶ月がぐったりくるっていうのがあるっぽいんですけれども、ただそれはね、質を高めるためのきつさなので、何も無理やり追い込んでるわけではないんですね。だけど、その使い方に慣れてほしいし、その方が筋肉、体、早く変わっていきますから、そのやり方、ぜひね、僕の今の言葉の説明で分かりましたでしょうかね。一生懸命説明したんですけど、ぜひね、身につけてほしいと思います。かなり変わります。はい。ぜひね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーゆうじでした。